将棋の藤井聡太名人に豊島将之九段が挑戦している第82期名人戦七番勝負第3局が9日、東京、大田区、羽田空港第1ターミナルで前日から差し継がれ、先手の藤井聡太が95手で勝利した。2日の叡王戦第3局では敗れ、2連敗で角番に追い込まれている藤井聡太だが、心乱れず名人戦では白星。シリーズ3連勝で名人初防衛へ王手をかけた。午後5時43分、夕焼け空に飛行機が飛ぶ中、藤井聡太が史上初の空港対局を制した。名人は、対局室からも飛行機の離着陸の様子がよく見えて、景色を眺め、リラックスできたと&&の表情を見せた。午後5時から30分間の夕食休憩が明けてすぐの豊島の投了。第1局、第2局と両者の戦いは終盤の混戦が際立ったが、本局は藤井聡太が持ち時間を2時間11分残しての早い終局となった。滑走路から空に飛び立つ飛行機の軌道のように、AI が示す形勢グラフは右肩上がりに、藤井聡太曲線を書いていた。戦型は手島が雁木、雁木に、藤井聡太は右銀を前線に繰り出し少年時代から得意としていた棒銀戦法で軽快に攻めの姿勢。1日目から先手に形勢が傾いた、攻めが成功していると手応えを感じつつ、こちらの球も薄い形なので何とも言えないところ、と翌日に備えた。2日目、スカイブルーの羽織を早々に脱いだ藤井聡太。攻めの手を緩めず、角の睨みを効かせながら、竜を作り、ペースをつかめたと、形勢ははっきりと先手よしに。手島にとっては辛抱の苦しい時間が続き、夕食休憩前には、こちらの主張が通った、藤井聡太、と、そのまま勝ち切った。うつむく手島は、中終盤は、はっきり苦しい感じだった。早い段階で均衡が崩れてしまったので、もうちょっと保っていけるようさせたら。と巻き返しを目指す、藤井聡太は2日に行われた叡王戦第3局で伊藤匠七段21に敗れ、自身初の番勝負連敗。叡王戦シリーズは1勝2敗で角番に追い込まれ、8冠、防衛に黄色信号が灯っているが、名人戦では不調論を一周する快勝を見せた。名人戦第4局は18、19日、大分、別府市、割烹旅館も宮で指されるが、来週なのでまずはしっかりいい状態で臨めるようにしたいと思います。名人初防衛へ八冠パイロットの視界は良好だ。藤井聡太名人、美しすぎる、藤井聡太曲線、で初防衛へテイクオフ。史上初の空港対局を意識、飛行機雲みたい、羽田対局にふさわしい。将棋の藤井聡太名人に豊島将之九段が挑戦する第82期名人戦七番勝負第3局が5月8、9の両日、東京都大田区の羽田空港第1ターミナルで指され、藤井聡太名人が勝利した。快勝となった本局では、形勢判断ソフト、将棋 AI の勝率表示が美しい広角、藤井聡太曲線に。ファンからは、ナイステイクオフ、羽田対局にふさわしいなどの声が上がっていた。藤井聡太名人が一部で囁かれていた不調説を吹き飛ばすような快勝を飾った。4月の新年度スタートから名人戦7番勝負と同時並行して叡王戦5番勝負と2つの防衛戦に臨んでいる藤井聡太名人。名人戦では好発進を遂げたものの、叡王戦は1勝2敗と同一シリーズにおいて自身初となる連敗を喫し、角番に追い込まれている。そんな中で迎えた名人戦第3局。舞台には、史上初のタイトル戦開催となる、羽田空港第1ターミナルが選ばれていた。本局は後手、豊島九段の雁木の構えに対し、藤井聡太名人が急戦を志向。飛車と銀との連携した棒銀戦法でリードを拡大した、序盤から手が広い形になり、どういう展開になるのか一手考えながら進んでいましたと振り返ったが、着実にポイントを積み重ねて快勝を飾った。飛行機の駐機場に隣接しているとあり、藤井聡太名人は対局中に窓の方向に視線を向ける様子も。終局後には、対局室からも飛行機の離着陸の様子がよく見えて、そういった景色を眺めてリフレッシュすることも多かった。良い環境の中で対局することができたのかなと思っていますと語った。対局を見守ったファンは、通常とは一風変わった対局場に加えてアベマの将棋 AI の動きにも注目。
藤井聡太名人が勝利する際、形勢判断ソフトの勝率表示の線がたびたび美しい弧を描くことから、藤井聡太曲線と表現されているが、この日は飛行機が飛び立つように滑らかな右肩上がりのラインを表示。視聴者からは、飛行機雲みたい、羽田対局にふさわしい、ナイステイクオフと多数のコメントが寄せられていた。この結果、3連勝で初防衛は目前と視界は良好。注目の第4局は、5月18、19日、大分県別府市の、割烹旅館も宮で指される。